はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはファミコン探偵クラブエミオということで、ファミコン探偵クラブはまあパッケージとしてはこれ、まあ、ダウンロードでは出てんだけど、まあスイッチでね、1作目と2作目がリメイクされたっていう歴史があるので、まさかねこの後の展開なくね、あのこの2本だけ出すかっていう風な思いは個人的にあったんで、まあそういう意味ではあの正解って感じだけど、だいぶ方向性違うゲームになってる印象がありましたのでね、一応こう登場人物とかいろいろあるんだけど、なんで最初ママから始まったの？あ、そっか、それ誰か刺したからか。だからここか。あれ？これ誰刺してもそこに行くのかい？めんどくさいな、これ。いや、とにかくね、重要なのは、別に、ストーリー入ってからのキャラクターのことなんか今はどうでもええんですよ。あ、なんかこの辺のキャラクターって、なんだろう、後ろのに立つ少女の時のあの先生のような、なんかああいう役割の人なのかなっていう感じがちょっとするよね。エミオ。まあこういう感じのなんか伝説、都市伝説があって、まあこんな感じの犠牲者が出てるよっていうこと。あ、これがあの事務所の所長。基本的にファミコン探偵クラブは、このカラキ探偵事務所ってところが、まあ引き受けた事件の解決を目指すんですけど、で、ただあんま先生出てこないのね。で、まああゆみちゃんっていうのが助手として出てくるんだけど、ただプレイヤーは基本的にはこの主人公なんですよ。で、彼は、その、なんか、なんだろうな。まあ、ファミコン探偵クラブ2作出てんだけど、2作目の方で、こう、記憶喪失になったところから始まって、こう、事件解決するんだけど、2作目の方が、先生と出会ってからの最初に扱った事件みたいなところがあって、だから、こっちは、あゆみちゃんだっけ、女の子との、関係性がちょっといまいちよくわかんない距離感なんだけど、一作目の方はもう少し親密なんだけど、記憶喪失だからこの人誰みたいないろいろね展開があるってだったんだけど、まあそういうのをひっくるめてね、今回は多分もう少し関係性がいろいろできてる中でのお話なのかなってところからすると、この3人のね人物の関係性っていうのをこう把握してプレイすることになるのかなという気がしています。はい、ということで、これなんだ、あー、予告はいいや、ムービーはいいです。ということで、あと何があったのか、ニュー、18年前の、連続少女殺人事件について、 1900XX ね、まあ元々のタイトルが1987年ぐらいかな、あの頃に出てるゲームだったりするから、3作目となっても年齢がね、主人公も一応高校生の年代の設定になってるから、あんまり多分時代設定をずらせないと思うんですよ。そういう意味ではギリギリ昭和か平成入ったかか、そのぐらいの世界観だと思います。被害者の少女たちについて、いずれも10代の少女たちが、年齢はまちまち、死因、これは頸部の圧迫による窒息死、突起事故、素手で首を絞められて殺害されており、笑顔を描かれた紙袋をかぶらされているという共通点が見られる。犯人は未だ捕まっていない。まあいろいろこういうのは、まあ、事前に知っとくといいのかな。幸福市内、どこなんだろう、何県的なんだろうな。カラチ、まあここは事務所はね、2作目の方では事務所でのやり取りとかあるから、まあ1作目の時は事務所の周辺なんか出てないよね。2作目の方は冒頭でこの
お世話になるようなシーンあたりが多分町の、あ、違う、事務所周辺のような風景があったような気がするけど。で、学校も覚えてないけど、あのね、2作目の時の学校覚えてないけど、まあ、それとはまた違う学校でしょうし、市がね、どの辺、事務所からどのぐらいの距離にあるかもよくわかんない。はいはいはい。雑居ビルの2階に位置しているって書いてあるけども、まあまあいいや、そんな感じで。まあ世界観はね、だいぶこう、あの頃から広がってるんだろうなっていう感じはしますよね。まあなんかいろいろこう、用意されてるっぽいけどいいや。ということで、体験版ができるようになってるのね。はい。まあいいや。ということで、一応通常版と限定版があるんですね。コレクターズエディションというのが出るんですね。多分サイズ感は、多分こういうサイズ感なのかなって気がするけど、まあこれもね、ソフト2本入ってるように見えるけど、あのパッケージ1個ですからね。はい。だからまあ似たような感じなのかなって気がするけど、はい。だからこれが9878円税込みで、証拠品レプリカってすごいよね。この帽子、多分かぶれないサイズの、こう帽子じゃないや。あの、エミオの、あれなんですよね、レプリカってことは。かぶるとちょっといろいろ事件起きた時に厄介そうだから、多分そういうものは作らなかったのかなと思われます。はい。ということで、通常版ね、2024年8月29日発売で、パッケージ版6578円税込みとなっています。だ3000円ぐらいなのかな、いわゆる、コレクターズエディションは。3000円ぐらいだね。はい。まあまあまあ。任天堂の場合、いろいろ買い方あるから、まあ、普通にパッケージ買うなら、通常版のパッケージでいいような気もするしね。うん。まあ多分ね、ただその過去の2作品っていうのがスイッチで移植された場合、際にはやっぱりまあ基本的にはあの前のコマンド形式はまあ踏襲してるけど、ビジュアル的にはいろいろ今風になってたりとか、ボイスが入ったりとかいろいろ変化があったんで、まあそこまでは当然やるにしても、多分そこから先のシステムの変化っていうのがいろいろあると思うので、全く同じこう継続性として見ない方がいいのかなって気がするんで、まあある意味なんかこういろんな意味で期待を裏切られるような気がするのでね、あのご興味のある人、まあこの手の商品ってがゲームってあのシナリオネタバレ絶対後々するので、あのネタバレしたくない人はね、もう早めに買うことをお勧めします。早めに、あ、違う、買うじゃない、早めにプレイすることをお勧めします。はい。